はい、今日もこちらですね、超決戦バラギアラ無敵オラオラリンフィニティ、こちらはガヤで、5ボックス目、まだまだ出てないのがかなりありますね。なんとかね今日当てていきたい。バラギアラね1パック出てるんですけど、もう1パックとビルヘルム当てたいね。よし、じゃあ開けていこうか。出るかな。一応これでラストのつもりだからね。で、今日開けるボックスは、どこだっけ、店名忘れちゃった。ヤフーショッピングのねお店で T ポイントがかなり溜まってたんで駆使して買ってますね。2000円ちょっとぐらいで手に入ったと思います。で、いつも左側にね偏りがある気がするんで、今日は右から開けてみようかなと。よし、なんだっけ、キャガレコンビね、デストロワーカー、あ、いきなり来ちゃったね。バリア・バレルストロンが絶対無敵シール。え、これ何枚目 ?3 枚目4枚か3枚目かぶりすぎブロッケンボーン、エアボね、はい。ちょっとスーパーレアもまだ全然出てないからね、かぶるのもちょっとな。ウーエビキね、はい。ジャガイモ虫、バイクロジーさん、アクアバー、アクアバーナーってまあね、シールトリガーだけで弱いよね。2枚引く、そっか、2枚引くね。あずきだるま、マレーシェ、川森、もう5枚目じゃない。そっか、まあね、ボビカット、貴重な、闇の魔道具ですね、今回の。貴重だね、あんまないかね。サガン、ワンキャノン、ワイパン、マーティ、ピトム式なキルケコール。よし、どんどん行こうか。よし、コンパドゥ、激突アイアン、ビカリ、袋、フットワンダージスタ、まあ順調に揃ったね。 5ボックス開けるとさすがに5枚目とかなるね。ワーカーの、これなんだっけ、やっぱあれじゃない、当たり左側じゃない、右があんまりね。ゼルル、ソージェ、ほらね、あつきだる、なんだろう、あ、バックリーマンか、バックリーマン、ルキャッソ、ほらやっぱ右側来ないってあんまり今右側の10パック開けてますからね。弟目のオラオラジョーカー、ほら、あ、待って、パックリーマン、こっち席。よいしょ。バッドドッグレストラン、スクイーズの、ほら、やっぱり、メガヒット、バーキュービ、あ、またバルガライザー、かぶりすぎ。スーパー、貴重なスーパーレア枠が、右側がこんな感じっすね。はい、真ん中の10パック開けていきますね。ちょっとバルガライザーとかぶりすぎじゃない？はい。ちょっと待って。呼吸を整えよう。ガシュランチュラ。おお、ガシュランチュラね。はい。下がちょっと強い。強いね。うん、でもっていうかあれだね。やっぱ左側じゃない、偏ってない今回。キャノンバイバンのところです。ビカリ。よっ。殲滅ドライブね、はい、開いてない、いいよはいですね。バラギアラ、あ、やっとなんか光ってるね。ちょっと待って、お父さん、ミスんない、お父さんミスんない、待って、これなんだ、足の部分ね、はい、シュトルム式な、どうぞレイナさん、レイナさんどうぞ、あ、
はい、美濃神のノーマル、ノーマル普通の分ですね。はい、ということはアラマハジにビシッときの確率があるね、うん、ある。ツルギオチャウチャウ、ミルザムね。はい、でまあでクラムダンク、クラムダンク、スラムダンクかな。それいいの？あ、そうか、スラムダンク知らないね、レン君は。はい、よっ、はい。やっぱさ、左側じゃない。うっ、バブバブチュリス、うん、やっぱ左側に偏ってるって。今回今開けてる真ん中の10パックですからね、うん、はい。第3タックンのバムウィンダー、今回のね、あのジャンケンとかね、もしプロモになってるね。はい、左やっぱ左だって。うー、来ないねバラギアラ、最後の最後で来るね。最後の最後で来る、うん、でもこの調子ってことは、バラギアラ来ないね。お、あ、メガゴーアンチュリスか。これもかなり揃ったんじゃない、うん、よし、ベンベ、あ、なんか光ってる、ちょっと待って、あ、もしやこれ光り方は、ちょっと待ってね、うん、あれやね、おいですね、モンスターじゃない、と、おい、どうぞ、レン君。スーパー、またこれか、デスティニア3枚目、やはー、3枚目ですね。5ボックス開けて3かぶり。で今日ちらっと処分 見たら、これが一番安かったですね、 UGC の中で200円だったかな。え、バラギアラ、はい、剣よべんべいの、うーん、最後よっ、あ、光ってる、まあオラマッハでしょう、オラマッハでしょう、こうですね、4枚。あれ、ちょっとシークレット、まあシークレットだね、シークレットだよね。え、1か、あのシークレットの2でさえ来てないっていうね。ちょっと待てよ、今回5ボックスも買ったのにこんな結果。え、はい、ちょ待て、あと3ボックス、3パックしかない。まあ、ギボちゃんね、まあ来るよね。はい、え、バラギアラ来ないね。はい、最後、ラスト、ラスト1パックですね。よっ、あ、はい、今回ですね、我が家で5ボックス目開けたところなんですけど、デスティニア、はい、5ボックス中ね、3枚これこちらでしたね。と、マスターが、オラマッハのシークレット1とミノガミ、結局あの5ボックス開けてオラマッハザ・ジョンにね、ミノガミはシークレットの1止まりでしたね。とスーパーレア、こちらもちょっとかぶりすぎてたね。バレルストロンガー、バルガライザーとアシュランチュラ、アシュランチュラはね、工場長のデッキ入れようかなと思ってるんですけど、結局99コスのあいつ来なかったよ。でまあベリーベア、レアはこんな感じですね。はい、というわけで、5ボックスでバラギアラが1パックしか出なかったのか。でこういう結果なんで、まあ狙ってるカードあったからやっぱシングルで買った方が安いね、うん、うん、多分ね。さあ
またね、ちょっとあの5ボックス分のね、まとめた分をね、動画にしてみようかなと思っています。まあちょっと残念だったね、うん、でもまあ左側に結構固まってるね、うん、ような気がする。だから左側10パックとか買うのもありかなと思いながら、今日は終わります。じゃあ以上です。ありがとうございました。